このガストロス山にはいろいろな珍しい食材がたくさんあるそうですよ、ケルちゃん。さらに聞くところによると、幻のレア食材まで取れるとか。楽しみですね。さっきも聞いたわよそれ。とりあえずあんたはその口から溢れてるよだれをどうにかしなさい。いやー、美味しいものを想像するとなかなか止まらなくて、特に山頂にあるという激レア食材を思い浮かべるだけで。ペコリーヌ様、こちらのちり紙をお使いください。ありがとうございます、ポッコルちゃん。主様にはハンカチを。少し汗をかいてらっしゃるので拭いて差し上げますね。ギルド活動っていうよりこれじゃまるでピクニックね。この辺には強い魔物もいるらしいから、もうちょっと注意して。何？今とんでもない叫び声がしたけど。上の方で何かあったっぽいですね。ちょっと行ってみましょう。ルー、大丈夫だよ。ここは光と風の複合魔法の多重映射を使って。多重？余計に混乱しちゃってる。 あれ、それじゃあこれなら。エレイよ、我が声に応えよ。こんにちは、大丈夫ですか？なんなの今の魔法、あんなの見たことないんだけど。とんでもない魔力だわ。あの子一体何者？ケルちゃん、私たちもあの子たちに協力しましょう。それじゃあいつものお願いしますね。主様、私とキャル様にもお願いします。全員であの魔物を倒しましょう。うわー、パワーがみなぎってきました。それじゃ、いきますよ。ペコリーヌ、あたしとコロスケが足止めするから、あんたは隙を見てとどめを刺しなさい。わかりました。二人とも、私たちが助け立ちします。あなたたちは？自己紹介は後でするから、まずはこいつを倒すわよ。はあ、キャル様、続きます。さあ、ペコリーヌ様、今です。任せてください。いきますよ。やばいですね。そうです、やばいですよ。アン、この人たちのこと知ってる？知らない。でも、もしかすると。まあ皆さん、とりあえず魔物は倒しましたし、自己紹介を兼ねてひとまずご飯にしませんか？私、もうお腹ペコペコで。こんな時に何言ってんのよ！まだ他に魔物がいるかもしれないでしょ！だいたいね、お腹が空いてるのはあんただけ。
ふむ、今の音はキャル様から聞こえてきたような。私もお腹が空いちゃいました。よければご一緒させてください。あ、大丈夫大丈夫、みんないい人そうだし、それにこの人たちと話してみればこの状況がわかるかも。そうだけど。ルーム、いっぱい走ってお腹グーグーです。ご飯ご飯楽しみです。それじゃ改めて自己紹介ね。私はキャル。あっちで料理してるのがペコリーヌで、こっちの小さいのがコロスケじゃなかった、コッコロよ。お初にお目にかかります。私、主様のガイド役をしております、コッコロと申します。あとこいつだけど、今言った主様ってのはこいつのことね。主様は私たちの能力を強化するという不思議な力をお持ちなのです。へえ、そうなんだ。よろしくね、キャル、コッコロ。それにあなたも。私はアンで、この子はクレア、それからこの小さい子はルー。マナリア魔法学院の生徒なんだけど。マナリア魔法学院って知ってる？マナリア魔法学院？そんなのこの辺りにあったっけ？私も耳にした記憶がありません。少なくともこのアストライア大陸の近くではなさそうですが。やっぱり。アン、説明してもらえる？うん、この世界って多分ミスタルシアじゃないんだ。でもでも、ギガースさんがいたですよ。ここはギガース山じゃないんですか？あれは別の魔法生物だよ。その証拠に倒したら魔石のかけらになったでしょ。そもそもあの魔石、元は使い手のイメージを読み取って魔法生物を召喚するものだったみたい。触媒は触媒でも召喚魔法の触媒だったんだね。ルー、ギガースのことを思い出しながらあの魔石に念を込めなかった？遠足楽しかったなーみたいに。はあ、込めたかもです。ルー、あの石を触りながら課題よりこの前の遠足の方が楽しかったなーって思ってたです。じゃあその時のイメージを魔石が読み取ってギガースの姿に。でも召喚獣ならなんで主のルーに襲いかかってくるのかな。ちょっと待ちなさいよ。あんたたち異世界から来たっての、なんなのそのデタラメな話。確かに雲をつかむようなお話でございますね。本当にそのようなことがありえるのでしょうか。ですけど、キャルちゃん、ココロちゃん、私たちってこれまでたくさんの不思議なことに出会ってきたじゃないですか。もしかしたら異世界の一つや二つ本当に存在してるのかもしれませんよ。頭柔らかすぎるわよ、あんた。まあ仮に、仮によ、今の話を信じるなら
異世界に渡るときに魔法が変質しちゃったんじゃない？それでただの凶暴な魔法生物になったとか。そっか、確かに違う世界に渡ったっていう時点でどんな異常が起きてても不思議じゃないのかも。けどそもそもなんで異世界に渡るなんて魔法が発動しちゃったわけ？それはアンが張り切りすぎちゃったんだ。魔石に込めた魔力の量が多すぎてこんなことになったみたい。はあ？何よそれ。あんたどんだけすごい魔力を持ってんのよ。本当にデタラメな話ね。えへへ、褒めてるつもりないんだけど。さあ皆さん、お待たせしました。ペコリーヌ特製ご飯です。どうぞ召し上がってください。お、見たことない料理。これって食べても、うん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 、うまっ、うまっ、うまっ。デフ、見たもあへんですけど、うん、おいしい。コリコリした食感が楽しいし、後を引くうまみが口いっぱいに広がっていくよ。うん、本当だ。えへん、これは取れたてプリプリの材料で作った魔物料理です。魔物？へえ、魔物なんですか。変なものを変に食べるんですね。そんなわけないでしょ。普通に食べるわよ。魔物を食すのはこちらのギルド美食殿の活動の一環なのです。魔物をこんなに美味しく調理できるなんて、ペコリーヌってすっごく料理が上手なんだね。うん、私も驚いちゃった。魔物料理を受け入れるのは早すぎない？あんたたち。確かに驚くべき順応の速さでございますね。ミスタルシアにも魔物を食べる文化はあるから。でも魔物ってとっても調理が難しいって聞くし、ペコリーヌってすごいな。褒められちゃいました。やばいですね。さあさあ、まだまだたくさんありますからおかわりしてくださいね。デザートにはルーちゃんが連れている魔物を食べましょう。それっておめめちゃんのこと？あの子はルーの友達だから、それはちょっと。チュルリ、どんなデザートになるですかね。ルー、いいの？本当にいいの？はいです。あれ、おめめちゃん震えてるでしょ。泣くほど嬉しいですか？よかったですね。待って、多分違うから。大丈夫だよ、おめめちゃん食べないからね。お腹いっぱいになったよ。元気も出たし、ミスタルシアへ帰る方法考えないとね。私がもう一回同じように魔法を暴走させればいけるかな。やり方は覚えてるから、材料さえ揃えば。材料、魔石ってことだよね。
まださっきのギガースが持っていた一かけらしかないから、たくさんギガースを倒してかけらを集めればいいのかな。うん、この山の上に複数の魔力を感じるし、上に行けばギガースも見つかると思う。おお、アンさんたちは山頂を目指すんですね。実は私たちも山頂で幻のレア食材を探すために来てるんですよ。奇遇ですね。本当？ありがとう。不慣れな世界だし、とっても心強いよ。じゃあよろしくお願いします。